こんばんばはスピリチュアル研究家のペーダです。ツインレイ関係にはさまざまな試練が立ちはだかるわけですが、サイレント期間や嫉妬など、それでも最終的にツイン女性はツイン男性から心から深く愛されます。それはなぜだと思いますか今回はツイン男性の目線に立ちましてツイン女性が 本気で愛される理由についてご紹介します。ツイン男性がツイン女性に惹かれる理由は大きく分けて3つありますのでそれぞれ詳しく触れていきますね謙虚な行為を見せてくれるからまず1つ目はツイン女性の謙虚な行為好きな相手にはある程度のアプローチが必要になりますが好きの押し売りは 相手をうんざりさせてしまう恐れがありますし時と場所を選ばないアプローチはそばから見てもいい印象を持たれません頼んでもいないのに身の回りの世話をしたり理由もなく唐突にプレゼントを渡したりそういった行動は一見気が利くようにも見えますよねしかしツイン男性はお互いに心からつながりがあったり 頼りににししてててもらえるる関係をを求めていいいので、そういったアプローチを迷惑に感じてしまいます。一方でツイン女性は程よい距離感で謙虚な行為を見せてくれるのでツイン男性にとってはまさに理想の相手は目からはアプローチとはわからない微妙な行動をしてくるので自分に好意があるのかないや 勘違いかなと心を揺さぶられるのですそのため他の誰かがツイン男性の恐引行為と過剰にアプローチすればするほどツイン女性の控えめでおきやかしい行為が際立つのでツイン女性に気持ちが傾いていくことになりますいてくれるだけで癒される別格の存在だからツイン男性自身が他の異性からも よくモテるため、実は異性関係のトラブルに巻き込まれやすかったりします。ツイン男性にとって異性から人気があるということは、実はいいことばかりではありません。自分に好意を寄せている女性から、しつこく迫られたり、過剰なアプローチを受けたり、冷たくしたら、その女性が周りの人を巻き込んで空気を悪くしたりなど、 そもそもぐいぐいと迫ってくるような女性のエネルギーを不快に感じてしまうのです職場環境において起こってしまう場合は特に厄介なトラブルだといえますツイン女性と出会うまでの間にもそういったトラブルに苦労してきたツイン男性は多いはずです一方でツイン女性はなぜか他の女性たちとは 全く違っているのです。自分に対して深く関わってこようとしないでも嫌われているようにも思えないむしろ好意は持たれているはずという絶妙な距離感で存在しているのです一歩引いたところから見守られているような感覚なのかもしれませんツイン男性にとってまさに女神のようないてくれるだけで癒される ツイン女性はそんなな存在なのです。自分ツイン男性の性格を受け止めてくれるからツイン男性は心の奥深くに闇を抱えていますその闇の部分は人によって異なりますが例えば人当たりがよく友達が多くて人と過ごすのが好きなように見えても実は人を信じていなかったり 一人でいる方が楽だと思っていたりします。毎日が充実しているように見えても、実は、心のどこかに、ぽっかり穴が空いていて、それが自分自身なんで、なのかがわからなかったり、誰も信用したくない、本当はあまり楽しくないと、心の奥では思っているのです。さらにレンを出すと、そばから見たら、思わな性格で、 一般的に言われる優しい男性というイメージをいろんな人から持たれていたとしても自分では全然優しくない嫌われたくないから装ってるだけ本当はもっといがんだ性格なんだと自己評価は悪かったりしますそういった闇の部分を誰かに晒すことはできないのになぜかツイン女性には。 見破られている気がしてそしてそれを受け入れてくれてるような気がするのですそれを言葉ではなくツイン女性の態度から感じ取るのですね実際にツイン女性はツイン男性のどんな姿を見ても幻滅することはなく不思議と受け入れられるのではないでしょうかこれは魂レベルでつながっている ツツイイインンレイ同士だからここそのの関係性性なのですね。ツイン男性がアプローチしてこないのはなぜツインレイ記事ではよくツイン男性はパートナーに出会うと積極的にアプローチを仕掛けるということが書かれていると思います。ですが実際には相手に強く惹かれているからこそなかなかアプローチが。 できないツイン男性も多いのです。そのため、アプローチされないからといって、相手はツインではないという判断はしないでくださいね。ツイン男性がアプローチしてこない場合、その理由として、ツイン女性は異性からの人気が高いと感じていて、自分がアプローチできる隙がないということが考えられます。実際に、 ツイン女性は他の男性から見ても魅力的でかなり人気が高いのです。ツイン女性には心から惹かれているので他の男性と違って当たって砕けろなんてことは絶対にできないのです。もしアプローチに応じてもらえなかった時のことを考えると現状維持を選択せざるを得ないのでしょう。逆に。 もし応じてもらえてデートの誘いに成功したとしてももう引き返せない地点まで進んでしまう気がしてそこまで前進してしまうのは危険な気もするのですツイン女性との距離をもっと自然な形で縮めていきたいという心理があったりしますツイン関係でなくても本命女性だからこそアプローチが できなかったりそっけなくなってしまうのはよくある話なのですツイン女性が本気で愛される理由についてまとめます謙虚な行為を見せてくれるからいてくれるだけで癒される別格の存在だから自分ツイン男性の性格を受け止めてくれるからこの3つの理由からツイン男性にとってツイン女性は。 別格の存在であることが分かったと思います。明らかに他の女性とは異なる存在感を放っているのですぐに気がつくのですよ。ツイン男性がどう感じているのかを知っていただけたら幸いです。以上、いかがでしたでしょうか皆様のご意見、ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録も、 よろしくお願いいたします。